さすがに全部所は調べられまちぇんでちたけど、動きはないみたいでちゅ。アリスに動きが見えまちぇんからね。監査室も気づいているかどうか。わかりました。これくらい大丈夫でちゅ。飯島にこの島を好きにさせまちぇん。この島を乱す者は許しまちぇん。そうでした所長、おはようございまちゅ。はい、来てまちぇんが、なぜ？今のところ、ヘリの中にもコンテナの中にもいませんでちた。ほら、ここまで来たのであればお仕事を手伝ってください。これとこれの数量をチェックお願いしまちゅ。よろしくお願いしまちゅ。よう、どうした高弘、珍しいな。霧島嬢ちゃんの苦労を知るのにちょうどいいじゃねえか。ま、頑張ってくれや。ご苦労様でちゅ。こちらはもう大丈夫でちゅから、所長室でのお仕事を始めておいてくだちゃい。机の上にはもう書類を載せてありまちゅ。追加の書類でちゅ。そういえばそうでちゅね。こちらから連絡を取ってみますか。もう少しありまちゅ。はい、少しでちゅ。何か？ん？では失礼しまちゅ。高弘さん、あ、はい。でも終わったのでお道具をしまいに行くところです。あ、高弘さん、タバコの灰が落ちそうです。掃除のために持って行っちゃってました。うわあ、落ちちゃいます。ここにどうぞ。ここにペしてください。ペって。そうですよね。少々お待ちください。よかったです。高弘さんって1日1回は霧島さんに怒られてますよね。はい、つい口が滑りました。飯島はこういう心理的な攻撃もするんでちゅか？嫌なやつでちゅ。けれど向こうは力を持っていまちゅ。でちゅね。あら、今日は機嫌が良さそうだね。じゃあその機嫌を損ねないように気合を入れよっと。ではにゃー！おはようございまちゅ。はい。まったくでちゅ。わざとだとしたら相当陰険な作戦でちゅ。そうでちゅね。はい、わかりました。どうぞ。そんなこと言っても何も出ませんし、仕事も減りませんからね。はい、では書類を持ってきまちゅ。何か？所長、お気遣いありがとうございまちゅ。わかりました。すぐに行きまちゅ。いえ、所長に報告したいこともありまちゅので。ご苦労様でちゅ。でちゅね、電話にノイズがちょっと入るんでちゅよ。そうかもしれませんし、盗聴かも。親父さんに見てもらおうと思ってまちゅが、とりあえずご報告にと。そうでした。はい、これといって問題は起きてません。そうかもしれませんね。はい、何もありませんでした。念のため再度調べてみまちゅ。わかりました。おお、どうした高弘。うん、まあ構わねえが、何かあったのか。分かった、ちょっと待ってろ。それが昨日届いたパーツの一覧だ。何個かはな、大半は倉庫だ。わかった。どこもおかしくはなかったな。今度から言ってくれよ、調べるからよ。何水くせえこと言ってんだよ。これくらいのことで参るような小せえ心臓じゃねえぞ。